足利直義と足利尊氏の顔についての画像です。足利直義って実は長い間顔が分かっていなかったんですが、近年この誰でも知ってるこの顔が実は足利直義ではないかという意見が出ています。まあ、その背景として出てくるのは、この同じく神護寺像の前平の重盛像が実際の平の重盛と全く似ていない。むしろこれとがそっくりであると。さらに神護寺に頼朝の像が入れられたという記録はない。ただ神護寺に忠義と高氏と義明の3人の像を入れたという、まあ、資料は存在する。ということで、これとこれ高氏に、これ高氏の顔によう似とるから、これは高氏ではないか。そして、で、もう一つ、藤原の光義像を取れるものが足利義明にそっくりなんですよね。現在残っている義明像に。そしたら、高氏がいた、義明もいた。そしたら、この残ったこの人は、頼朝ではなくて足利直義ではないか。確かに口周りが似てるんですね、この二人。つか意外と、まあ、微妙に垂れ目やったりして、顔違うんですが、実はこの二人、顔もよく似てるな、ということで、実は、今時では、これは直義ではないかという見方も、出てきています。まあ、割合、ちょっと、脇道にする話ですが。あ、ちょっと先生。はい、天子摂関御影という、はい、この摂関御影というのは当時の、はい、かなりやっぱ本物を描いてるんですか？に、似顔絵みたいな感じ。そう言われてます。じゃあ、まあ、重盛がこんな顔やったら信頼性があるわけですか？信憑性が。そうです。結構きつい顔してますね。確かにこの重盛と上の伝重盛像は似てないと。びっくりするんじゃない？みたいですね。これは別人やと。あ、こういう研究ね、はい、すごく進んでるんですよ。はい、じゃあ、赤松徳勇へ行ってください。はい、赤松徳勇の、活躍です。先ほど言いましたように、森吉氏の側近として活躍。だからまあ、この赤松徳勇が森吉と、赤松遠志を結びつけ、さらに言えば赤松家が一気に南北朝の動乱を経て、室町時代の大守護になっていくのは、この赤松徳勇の存在なくしては語れないと。赤松徳勇の一つの、ハイライトシーンでは、新田義貞の交易の中、環状三条を守備して、新田義貞を、うまく食い止めた、立役者でもあると。彼は割合そういうふうに武勇の側面が結構、この無量親王の、時にも太平記に勇気の側勇、というふうに、まあ、森吉のように褒められているシーンがありますけども、全体的に武勇の、武勇で知られているイメージが強いですね。そういう数々の武勲と、それから高い政治能力、そういったものを買われたのが1350年、兄の死を契機に赤松家家督を継承します。で、まあ、その背景には、舅が須崎同様であったと、で、ことが、まあ、言われています。ただ、彼の人生の中で非常に大きな、謎になっているのは、森吉親王皇子の沖吉親王を報じていきなり南朝方に下っていると。家督を継いだ直後に彼は南朝方に下るんですね。いきなり。もともと森吉親王に対する警護の念はおそらく、人一倍強かったと考えられてますし、だからその、皇子を報じるっていうのは、まあ、筋は通っていると。面白いのは直後に同様も下っているんですね。同様と、まあ同様は彼は近江の、滋賀県ですけども、要するに播磨と、それから播磨と、近江で、まあ両方 の、 当時の室町幕府の最高の位にあったと考えられるような、同様と、それから側右、が、一斉に南朝方に下ると。それを打つために、足利義明と高氏がそれぞれ京都を離れたです、ね。この隙に忠義が出奔するんですが、これについて、まあ、できすぎ、つうか、ということで、謀略ではないかというふうに、まあ、言われています。要するに、忠義を打つために、まず、側右が、播磨で南朝方に下り、今度は同様も近江で挙兵して、で、高氏と義明らけしからん、側右と同様を打つで京都を離れて、で、
播磨と近江でそれぞれ、戦争の準備を整えて一気に京都にいる忠義を撃つんだというふうな陰謀ではないかと。ただ陰謀にしてはそういうことする必要あるんかなという話もあって、別に高尾城明が、その一時南朝に下るという、そういったこと、そういった小細工をやらなくても、別にいいんじゃないかと。ただ、少なくとも忠義は謀略であると感じ取ったということは言えそうです。要するに高尾城明が、京都、いなくなった時に彼は京都を出奔すると。これは観音の上羅の後半ですよね。この、話は。で、一応、この話でいきなりこう出てきてもあれなんで、もうちょっと、やっぱりもうちょっと、この観音上羅のここに至る流れを説明すると、高尾寺と忠義の、観音上羅の第一ラウンド、高尾寺 VS 忠義になりました。ここまでは話しました。で、これ第一ラウンドは、忠義が一旦南朝に下って、忠義が南朝に下って、南朝の力を得て、河野室直を倒したんですね。で、一旦忠義の天下になるんですが、その後です。忠義は、京都に戻ってきて高尾寺とは僕して高尾寺忠義義明京都にいるという状態です、で忠義は南朝との、紐がついているとそういう中、忠義と南朝は決裂したで決裂したその後今度は、即友と、同様が南朝に下り高尾寺と義明がそれぞれ打つために出かけていって今度は、京都に取り残された忠義がパニックを起こすというのが第二幕です。で結局この、忠義の出奔これが忠義の京都の最後の動きになります、彼は出奔した後、北陸から鎌倉に入ってで最後は高尾寺に暗殺されるとでその忠義が出奔した直後、今度は高尾寺が南朝に着くんですね。これを将兵の一刀と言います。で、高尾寺と忠義の南朝の下り方の最大のポイントは何かと言いますと、忠義は南朝に下ったものの、北朝を打っ払いはしなかった。私は南朝に下りますと。南朝との、関係で高尾寺を打ちますと。ただ、北朝を提案しなかったんですが、高尾寺は南朝に下るときに、もう北朝もないものにしますと。南朝一本で行きますと言っちゃったんですね。だからこの将兵の一刀によって高尾寺をしなきゃ南朝から下ってることを見ると、謀略つうか、謀略と考えていいんちゃうかなと。要するに、まずこの人は南朝に下り、どうよも南朝に行って、で、今度は高尾寺と足だけでも南朝に行くと。一斉南朝に行くと。ただこの将兵の一刀つうのはわずか数ヶ月で破綻するんです。これなぜかと言いますと、南朝サイドとしては高尾寺を全く信用してないんですよね。ここで、南朝一本化して北朝廃止されたと。南北朝は合併されたと。南朝窃盗で。と言っても、南朝方は高尾寺を信用してないので、その将兵の一刀実力で、さらに確実するように京都に、奇襲をかけて、京都を制圧すると北朝天皇を全部連れ去ってしまうと、いうことになるわけです。で、この将兵の一刀というのはあっけなく南朝側が、一方的に破る形で発展し、その結果即友も、北朝方に戻っています。だからまあ、一旦北側右は南朝に下るというふうに言いますけども、この南朝に下ってる間も、そういう意味では高氏派であったということが言えそうです。だから観音の上覧においても、彼は非常に、大きな役を果たすんですが、その流れにおいても彼は、一貫して北朝型で、彼は一貫して高氏型であった。で、将兵の一刀というのは実現した背景として言われているのは、
高氏っていうのは我々が考える以上に北朝に対する思いが薄いんじゃないかなと言われてます。というのは高氏っていうのは、個人的に結構後醍醐を尊敬してたらしいんですよね、あれ。で、だから、極端な人は高氏からしたら、後醍醐天皇に対する敬慕の根は実は深い。だから別に、南朝の方が、自分に合わせてくれるなら、別に北朝にこだわるもんではない。で、最近の研究では、黄金上皇や北朝さえともそれに気づいていたと。だから、黄金が自分の王子の始皇天皇に一時的に譲った後、始皇天皇の後は、花園天皇の王子の直人親王に、持っていこうとしたのは、直人親王つうのが、高氏と、桃園に当たるということが大きいんじゃないかと言われています。だから高氏は我々は考える以上に、実は南朝に対してはかなり親近感を持っている。ただそれは一方的な親近感であって、そこのところは高氏の最大の失敗だったとも言えますけども。その辺もちょっと実は考えながらなんですが、それも含めて即位を打つのはそういう意味では高氏であったと。単純に言うと、いろいろややこしく語るのでも、即位を打つのはもう一貫して高氏に忠誠を尽くし続けたということは言えそうです。ポイントとしては、赤松即位は一貫して足利高氏についていってると、が言えるんですね。いうことですね。長と北長ということで言うと、このことかなりご都合主義ですよね。高氏も忠義も北朝側にいてものすごくご都合主義です。南朝側に乗り換えたろかとかっていうのがあって適当に乗り換えていくんですけど、ただこの将兵の一党の時は本当にもう南朝型一本でええやんと高氏は考えていた。その次のとこは分かりにくいんですよね。結構真面目に高氏も南朝方に行ったわけだから、南朝方がこれで高氏を信じて一緒にやってれば、南朝方は天皇でその下で高氏が幕府を開くというパターンで行けたかもしれないんですよね。そうなんですよね。ところがこれを南朝方がぶち壊すんですよね。それでは、ここのところの南朝方の情勢判断とか人間の好き嫌いとか、このあたりがね、なんとも複雑というか。責任者はこいつでしょうね。結局、彼の動き、この南朝の方の北畠親房が、結局、将兵の一党を成し遂げた後、完全に油断しきっている足利義昭。高氏はその時、関東に行くんですよ。もう親房を信用して。足利義昭が、京都を守っているところに近房が、突然奇襲をかけるんですね。北朝方では有名な人物ではこの人が死んでます。吉祥大宮の戦いで細川頼春が死んでます。ちなみにこの頼春という人物は、頼幸の親父です。だから非常に大きな人物が大物を仕留めてるんですね。近房奇襲をかけて、さらに反撃を食らうと、今度は、三条公、黄金、光明、始皇の三条公を、拉致してしまうという。だからそこなんですよね。わざわざ高氏は、当時の天皇である始皇を引きずろうしてまでも後村上のために用意したのに、結局近房が全部ぶっ壊したと。この時その足利高氏と息子の義昭は北朝を潰してでも南朝の下で一本化されてもいいんだということで手打ちをしたのに、南朝側がその話をぶち壊してしまった、ということですね。これ、でも南朝側としてはこれが最後のチャンスでしたよね、天下を取り返すには。そうですね。あとは結局一度義昭が京都を落とされることは
未開放だったんですが、結局これ足利型の仲間割れが原因ですからね。だから足利、まあこれも仲間割れが原因なんですけども、これが最後のチャンスやったんかなと思うとね、この時 の、 あの南朝型の北畑畜さんの動いてよくわか、あの高氏が信頼できなかったかもしれないけれども、南朝の天皇が上で、で足利がその下に入るというところまでできてたんですね、この時は。あの実はね、これ高氏とあの後醍醐の関係、ちょっとあのあれ面白いところ深くもあって、彼はあの後醍醐天皇が一旦京、あの高氏のもとに降伏してきたときに、あの高氏はあの光明天皇の次は後醍醐の皇子の、成吉親王を皇太子にするというふうな案を出してるんですね。要するにいわゆる両党設立、つまり後醍醐、光明、成吉という、そういう順番に皇位を継承させると。でこれは多分後醍醐にして、あの後醍醐からすりゃ、話のはずなのに、いきなり後醍醐はそれを蹴っ飛ばして、吉野に逃げちゃうと。だからこの辺りになってくると、もうなあの後醍醐や北畠親房の高氏不信っていうのはもう相当なもんだったんかな。高氏を信用してりゃ、いやここのところで、後醍醐の皇子成吉親王が天皇になっていたら、以下後醍醐の子孫は天皇になれたかもしれないのに。これ高氏はね、後醍醐が好きなのに、後醍醐サイドの後醍醐や近房は高氏を信用しないという、この人間関係がね、不思議ですね。報われない片思い。そう、高氏すごく譲歩してますもんね、たびたび。でまあそこは本筋ではないので、あの即有の道与と播磨の両国家の本筋のとこに戻りたいと思いますが、はい、そう、須崎道与、須崎道与という人物はどういう人物なのかってですね、あの即有が、結局家督継承したのもこの道与の、存在が大きいんじゃないかと言われています。娘が、即有の妻であり、吉成の母であるということで、この京極道与の、赤松家の関係というのは、非常に深いものがあると。京極道与、須崎道与、まあ、あの須崎源氏の所流の京極氏です。あの須崎氏はあの頼朝の挙兵の時に、あの活躍した須崎四兄ですね。そのうちの、まあ、あの弟から初のは京極です。ちなみに、嫡流は六角氏です。彼は、名前が高氏の名前からも分かりますように、北条高時の側近でした。で、あの道与という名前に名乗るのも、高時の、出家に合わせて、彼も出家しています。で、高時の側近を経て、ところが六波羅滅亡時にはスルッと変わり身早く、短大の北条高時を自陣に追い込み、黄金、天皇らを捕らえて、京都に送還しています。でこの段階では、まあ、須崎道与というのはやっぱり鎌倉幕府の中でも相当な好感であって、まあ、要は高氏と並び立つような、レベルの、人気だったんですけども、中山図の乱を契機に高氏が連つくのは赤松氏ですね。赤松家も定則、典助の長男次男を、高氏に派遣させてますが、須崎道与も、中山図の乱を契機に高氏方についています。須崎道与の特徴としては、このバサラ大名と呼ばれるものがあります。あの、このバサラっていうのは、当時の南北朝時代の、まあ、権威に反抗する、ものすごいビビしく派手に動き回る、そういう状態のことを、当時のサンスクリット語でダイヤモンドを意味する、バサラという言葉をかけて、当時の風としてバサラ。そのバサラを、まあ、関するバサラ大名と言われてますけども、まあ、有名なネタでは延暦寺との対立の時に、あの妙法院の宮という天皇家の、天皇の個人に当たるのかな、妙法院の宮が入室している妙法院に、の旗からをポキッと折り取って、それについて文句言うた暴漢をボコボコに殴って、報復に切ってきてボコボコに殴られたんで腹立てて、その妙法院の宮の御所に火をつけたと。それに比叡山はめっちゃブチ切れて、同様流罪にせよというふうに号訴をかけてきたんですけども、結局、彼はカズさんの国に流罪に決まったんですが、
結局、彼はその時にものすごい派手な格好で、ウツボには矢を入れるウツボには猿の皮をはっつけて、猿の皮っつうのは延暦寺の、守り神なんですね。猿っつうのは坂本、にある、比叡大社の守り神である猿を、猿の皮をウツボにはっつけて、どんちゃん騒ぎしながら、結局自分の所領の大海に帰ったわけで速攻帰ってきたというふうに言われています。そういう意味では権威、そういう権威といったものを全く、返せない当時の時代背景を伺っています。で、観音の上覧では赤松福雄と共同歩調で諸直派から高氏派というふうに、動いています。だから基本的に彼も高氏派を一貫してやってるんですね。まあ、おそらくその辺はもう娘婿の側友との、共同補助といったものと思われます。実は南朝に全部被爆したぜということを進言したのは同様ではないかとも言われてますね。南朝に全て行っちゃえばいいんじゃないかと、高氏も南朝のことを非常に、まあ、尊敬してるんだったらもういっそのこと南朝に行っちゃったらどうだと。で、あとは五光厳天皇擁立に不信してます。これは実はこの五光厳天皇擁立っていうのはこういうことですね。光厳上皇が後でしたのは須光で、この須光が連れ去られた後、弟の五光厳を擁立するんですが、これ実はこの五光厳擁立に関しては超反対意見が起こったんですよ。あくまでこの須光の帰還を目指すべきであるという形で、まあ、五光厳の擁立に関しては朝廷内部でも、異論反論が多く、結局光厳の母親を陰にしてその陰性を引かせる形でやるんですが、そこまで無理せんでもええんちゃうっていうのが当時の北朝の考えであり、それに対して、まあ、義明、その幕府に佐々木同様は五光厳擁立に、不信して五光厳天皇をがっしりと立てると、北朝をできるだけ早く再建すると。その後ですが、この五光厳は三種の神器もないし、陰性言うて光厳の母つごとは、まあ、要するに天皇の祖母、女性ですよね。でこの女性っていうのは西園寺家出身の女性なんですよね。光厳門院という女院を陰性敷くというのは、今我々が聞いてもそれ大丈夫なんすかという感じですけども、その大丈夫なんすかっていうのを、押し切ったのはこの須崎同様であると言われています。高氏もさすがにこれに関しては黙認で、追認という形でこれを、指導したのは同様と義明であると言われています。そういう形で高氏義明の信頼を勝ち得た同様は引き付け等に満足率で進めて慣例の人事権まで掌握すると。慣例というのは基本的に足利将軍家ないとなれ将軍家の関係者になれないので、彼はその人事権を掌握して慣例を首にするほどの実力を得ます。バサラ大名という、あだ名は一方では文化の保護者ですね。新しい文化の保護者でもあって、まあ、連歌、立歌、茶道、近江猿楽などの庇護者としても、まあ、有名です。今回お配りしてます、資料通のこの引き付け当人のとしての同様の仕事、この引き付け当人というのはこの同様の働きの急速に力を失っていって慣例に、結局給付されています。結局慣例というのはこの引き付け当人とそれから執事、その辺を統合した職務が、まあ、慣例なんで、室町幕府の、裁判の最高責任者として一時的に存在したのが引き付け当人ですね。で、まあ、須崎同様というのはこの引き付け当人として、あるいは安所筋などをして非常に大きな力を持っております。で、この、赤松と京極というのは両方とも四式という形で、山名一式並ぶ四式として力を持つ家ですね。三冠列四式の、一角です。ただ、京極氏は赤松氏に比べると若干存在感がワンランク落ちてしまうところがあって、やっぱり同様の後、その幕政をこうリードできるような人物には恵まれなかった。ちなみに四式言うても実は2ランクあるんですね。ランク2つなんです、四式にも。まあ、四式と言われるのは一般に山名、赤松、
峡谷一式なんですけども、実はこの2つの差というのは何かと言いますと、こちらはいわゆる宿老として室町幕府の合議制のトップに立つ人間に対して、こちらは宿老にはならないという、違いがあって、山の赤松というのはやっぱり峡谷一式に比べるとワンランク上の、ワンランク上なんですね。ということで、この須崎道楽の話で一旦ちょっと話を。さっき の説明の中で分かりにくい五光文天皇のとこなんですけど、これ、はい、南朝が京都占領して京都を引き上げるときに上皇と天皇と皇太子を連れて行ってしまう。これでどうするんかということになるんです。そうですね。ね、天皇を、ね、はい、連れて行っちゃったという例はあるんです。平家が都落ちするときに安徳天皇を連れて行ってしまった。でどうするんやという、あの時は上皇残ってるから後白河上皇。後白河上皇が次の天皇を指名するんですけど、今度は上皇も連れて行かれちゃってるんです。誰も残ってない。でどうするんやということになって、それでも天皇を作れるんかということで、でもこの強引に後光文という天皇を作るんですね。主公が天皇です。でこの人も連れて行かれちゃってるんです。で上の皇后上皇も連れて行かれちゃってるんです。で直人が天、この人が皇太子、これも連れて行かれちゃってるんです。で残ってるのはこの後皇后に当たるこの人、そうですね、無理やり頼み込んで天皇になってくれと、これは困んねえ相手。これ強引ですよね、こういうやり方って。ものすごく強引やし、しかもあれですよね、その時に結局上皇代わりにこの人を使うという離れ技ですよね。で三種の神器もないんです。南朝が持って行っちゃったから。安徳天皇がいない時に後白河が後鳥羽天皇を指名したように後白河もいないわけだから、そこも作るんです。でもいい人いないから、おばあちゃんでええやんとか言うて、おばあちゃん連れ出してきて、でそのおばあちゃんは天皇家じゃないんです。そんなことしていいのかという、通称ね、ダメですよね、これね、こんなことしてはダメですね。ダメですね、うん、しかも親王宣言を受けてないですよね。だから残されてるのはこの人だけだったんですね。お寺に入る、お寺に入るために、つか出家する準備としてお寺に入っていた、いや人を一人、ちなみにこの人はもう死んでます。この辺はもう個人です。ということで、いよいよ古文書行きましょうか。播磨の領国化、播磨の領国化関係なんですけども、実はこの、文書というのは、主語の変質を示す、文書群なんですね。これ、主語の変質を示す文書群で、この文書ですけども、この文書というのはざっくり言うと何を言うてるか言いますと、当時の雑草の訴えを受け入れて上沢六郎左衛門と青玉太次郎の2人に対して当時の、判決をちゃんと当時勝訴の判決を、実行させるようにというやつですね。いわゆる施設巡業を示す、資料です。次の文書も同じなんですよね。施設巡業を、示すものです。2枚目。3枚目は、1枚目、2枚目は、佐々木同様の、顔が入ってますけども、3枚目は、内容は割合、施設巡業の、あれなんですね。秋間、斎藤九郎の乱暴狼藉を抑え込めるようにしろ。というふうな形で、いわゆる、巡業権なんです。ただ、言うてる相手が若干ちごて、播磨の主語に対して、その巡業を命令する、主体が、こちらは将軍の、宮という、宮将軍。これはおそらく、お清親王と考えられています。お清親王の命令を受けて、やってると。ただ、実はいずれも主語に、それまでの、鎌倉時代の主語とは異なる権限を認めている、付与している
そういう点が、まあ、特徴だと。ということで、まあ、どういうことかちょっと見ていきます。播磨の領国化ですけども、この即位の時期に、播磨の国の、守護領国化が進んでいきます。まあ、鎌倉時代の守護、そのが基本的に治安維持、行政官であったと、いわゆる大本三箇条と言われる、謀反殺害、放火犯と、まあ、重大犯罪の、処分、及び軍事、謀反殺害大番か、謀反人の追悼、それから殺人犯の、検挙という、そういう治安維持の話、及び大番催促、要するに軍事動員権。まあ、守護というのはそういう、役割であって、だからあくまで治安維持及び行政官であって、軍事への指揮権は行うけども、そこの武士たちを家来にすることはなかった。ところが、まあ、室町時代には、その守護というものが常に戦争状態になった結果、守護が行政官の枠を超えて、さまざまな揉め事にも介入できなんていくと。で、そういう形で戦争の遂行、まあ、戦争が常態化した中で、守護の権限というものを大きく変質していくと。まあ、大本三箇条に加えて、仮田牢関。この仮田牢関というのは、名前だけ見ると、田んぼの分かって、仮牢関です。別にこれは仮田牢関という行為を取り締まる権限のことをややこしいんですが、仮田牢関なんですね。だから仮田牢関が追加されたというのは、守護は仮田牢関をする権利ではなくて、仮田牢関をという、犯罪行為を取り締まるやつを認めると。仮田牢関というのは、いわゆる自力救済です。要するに、判決に不服な場合に、その係争地の田んぼを強制的に借り取る行為のことなんですけども、それを取り締まるというのは、結局、守護が裁判権を掌握しているということを意味するね。それから施設巡業。本文中で、こういう言葉が出てきますけども、さたしつく。あら、さたしす、すえると。さたしすうと。こういうことが出てきますけども、これはいずれも、施設の巡業ですね。要するに、出た確定判決を、実行させるための文言です。だから、〇〇を誰それに、せたしつくつのは〇〇を誰それのものというふうに保証せよと。せたしつく、あるいはせたしすうと言いますけども、そういう言葉、資料の方に出てくると思いますけども、これは、しばしばこれを抜いて、まあ、今回のあれでもここが抜かれてますね。さたしつくとか、さたしす。こういう施設巡業、あるいは仮田牢関の、取締り権というのは結局、守護の悲観が荘園内に立ち入るための法的根拠となっていき、まあ、守護の、力が荘園内部までこう広がっていくと。で、逆に荘園領主としても、例えば悪党とかそういう荘園領主に従わない人間に対してこういう命令を持った、守護の施設が立ち入って潰してくれるとありがたいということもあって、荘園に対する守護の、まあ、介入というのは、まあ、荘園領主にとってもありがたいと。で、さらに戦争の長期化に伴って荘園年貢の半分を兵糧料として兵糧料として、まあ、徴収する、いわゆる藩税が始まるので、この藩税についても、まあ、今の我々から見たら、半分徴収されるんかな、ちょっと待ってや、という気持ちになるんですけども、これ、逆のサイドから見ますと、半分までなら取られても、半分以上は取られないという側面があるんですよね。だから、藩税っていうのは、一方的に荘園領主に対する抑圧とだけ取られるんじゃなくて、むしろ、荘園年貢の半分までしか認めないという方向でもあるんです。だからまあ、そういう意味では、藩税というのはある意味、荘園の、保護策とも言える。ただ、問題は、こういった、この荘園年貢を納めなくなっていくということがしばしばあると。あるいは、守護がもう、こういった荘園年貢、自分とで得にならないものに関しては、もう、完全に放置してしまうと。いわゆる荘園というものは空洞化していくというのもそういう問題です。さらに、守護役、あるいは守護探偵、こういったものの徴収なども含まれています。そういったことを通じて、在日の武士団を悲観として、組織できます。いわゆる黒人領主といわれるものがそういうものです。ちなみに悲観というのは、
現在の家臣に比べると緩いですね。まあ、近年あの戦国大名のところで注目されている国衆通のも、まあ、いわゆる非官関係であると。だから国衆通の家臣ほど従属性は強くないんだけども、一応主従関係は緩い主従関係であるものは国衆あるいは国人ですね。で、まあ非官関係というのはそういう関係です。だから室町時代の室町時代や戦国時代のこう、主語、主従関係というのは、あの現在の我々のこういう主従関係、江戸時代における武士の主従関係を全体してみると、ちょっと分かりにくいところがあるんですね。注意が必要です。